死の神カグラ、ヘキラの天。火に映るは霊弦の舞。火に宿るは歴戦の雄。紡がれる強者の感慨。幾重もの意志、元勲の糧となり。鬼を滅する力とならん。なおも、なおも、終わることなき人気の決戦。火に宿るは歴戦の雄。火に映るは覚悟。今も覚えている。いつもの朝、いつもの顔、いつもの朝の風景。雪が降って危ないから行かなくてもいいんだよ。正月になったらみんなに腹いっぱい食べさせてやりたいし、少しでも炭を売ってくるよ。早く帰ってきてね。気をつけてね。お兄ちゃん、行ってらっしゃい。生活は楽じゃないけど幸せだった。母ちゃん、竹雄、しげる、花子、六太、そして禰豆子。いつもの朝の風景だった。いつまでも変わらないものだと思っていたんだ。山で炭を焼いて、麓の町で売り歩く、それが俺の仕事だった。ちょうどよかった。さらわった犯人にされてんだよ俺。助けてくれよ。嗅いでくれ。猫の匂いがする。ほら、俺じゃないって言っただろ。俺は鼻がいいから、時々町の人にも頼られたな。結局その日は炭は全部売れたけど、帰りが遅くなってしまった。そう、遅くなってしまったんだ。町で炭を売り切った帰り道、家に戻るために山に入ろうとした俺は、三郎じいさんに呼び止められたんだ。こら炭治郎、おめえ山に帰るつもりか。危ねえからやめろ。鬼が出るぞ。昔から人食い鬼は日が暮れるとうろつき出す。だから夜は歩き回るもんじゃねえ。鬼は家の中には入ってこないのか。いや、入ってくる。じゃあみんな鬼に食われちまう。だから鬼狩り様が鬼を斬ってくれるんだ、昔から。俺は三郎じいさんの家で
一夜を過ごした。でも今でも時々思うんだ、サブローじいさんが俺を呼び止めていなければ俺の運命はどうなっていただろうって。家の手前で不吉な匂いが俺の鼻をついた。それは濃厚な、あまりにも濃厚な血の匂いだった。禰豆子、ノクタ、どうした、どうしたんだ。母ちゃん、花子、竹雄、しげる。禰豆子だけはまだぬくもりがある。医者に見せれば助かるかもしれない。絶対助ける。兄ちゃんが助けてやる。みんな死んでしまった。ただ一人禰豆子だけ残して。でも禰豆子は今までの禰豆子じゃなくなっていた。鬼になってしまっていた。禰豆子は鬼となってしまった。そんな時だ。動揺する俺の前に刀を携えた剣士が現れた。その人は鬼となった禰豆子を殺そうとした。だから俺はそれをやめるよう必死に頭を下げた。やめてください、どうか妹を殺さないでください。お願いします。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。惨めったらしくうずくまるのはやめろ。そんなことが通用するならお前の家族は殺されていない。奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を治す、仇を見つける。少子戦犯、弱者には何の権利も選択肢もない。ことごとく力で強者にねじ伏せられるのみ。禰豆子を守るために俺は剣士に立ち向かった。当然素人の俺が叶うわけがない。けれどその人は禰豆子に向けた手を止め、彼は俺の進む道すらも指し示してくれた。次に向かうべき場所を。その少年は泣きながら俺に土下座した。鬼と化した妹を救いたい一心で俺は怒鳴りつけた。その考えの甘さを、敵にすがる愚かさを。お前が今すべきことはそんなことではない。俺が妹を捕らえて刀を突きつけると、少年は斧をつかみ俺に向かって突進してきた。感情に任せた単純な攻撃。斧はどこだ。自分が切られた後で俺を倒そうとした。こいつは。少年の判断力、今の一瞬で考えたというのか。技量で勝る相手を打ち倒す策を。
そしてそれを実行するために躊躇なく立ち向かってきた。こいつは、この少年は。意識を失った少年を見て、妹は激しく暴れ始めた。妹は地に伏した少年に覆いかぶさった。まさに獣が餌に食らいつくように。だが、しまった、食われる。この娘は怪我を負わされており、それを治すために力を消費している。鬼に変わる時もかなり体力を消費するはずだから、間違いなく今は重度の飢餓状態。一刻も早く人の血肉を食らいたかっただろうに。守る動作、俺に対する威嚇。こいつらは何か違うかもしれない。何かが違う。ゆえに、俺は可能性にかけてみることにした。兄の覚悟に、妹の意志に。穴を掘ったのか。妹がモグラみたいになってしまった。そしてすごく顔をしかめている。よっぽど日に当たりたくないんだな。これに入れるか。昼間も先に進みたいんだ。俺が背負っていくから。はみ出るの。禰豆子も大きくなったな。この間までもっと小さかったのに。禰豆子、お前、大人の女の人くらいに大きくなっただろ。あれと逆に小さくなれないか。小さく、禰豆子、小さくなれ。おお、えらいえらい、いい子だ禰豆子、すごいぞ。富岡さんの助言に従い、サギリ山に向かった俺たちは、その途中にあったお堂で人食い鬼と遭遇してしまった。なんとか鬼の動きを封じることに成功したけど、どうすれば鬼を倒せるのか俺にはわからなかった。鬼はたくさんいるのだろうか。家に残っていた匂いとは違う、別の鬼。でも、とどめを刺しておかないと、また人を襲う。だから、俺がやるんだ。そんなものではとどめは刺せん。俺は驚いた。面をした男が、突然、後ろに現れたのだから。明らかに普通の人とは違う雰囲気。それが鱗滝さんとの出会いだった。鬼にとどめを刺すにはどうしたらいいか俺は分からず、いたずらに時間が過ぎた。やがて夜が明け、朝日を浴びた鬼はまさに塵のように消滅した。愕然とする俺に鱗滝さんは問いかけてきた。妹が人を食った時、お前はどうするのかと。どうすればいいのか、俺は答えが出せなかった。判断が遅い。お前はとにかく判断が遅い。朝になるまで鬼にとどめを刺せなかった。
今の質問に間髪入れず答えられなかったのはなぜか。お前の覚悟が甘いからだ。妹が人を食った時、やることは二つ。妹を殺す。お前は腹を切って死ぬ。鬼になった妹を連れて行くというのはそういうことだ。わしの言っていることがわかるか？はい。鱗滝さんが最初に教えてくれた心構えは、俺のうちに深く染み、いつも反芻している。実は鱗滝さんは富岡さんが紹介してくれた方だった。ここから俺は鬼殺の剣士を目指すことになる。先が見えない闇にようやく光が差した気がした。小さい光だけど、俺にとってはやっと見つけた光だった。さぎり山の頂上から夜明け前までに麓の家まで降りてくること、これが鱗滝さんに最初に与えられた試練だった。最初はそれだけでいいのかと思ったけれど、山には無数の罠が仕掛けられており、当時の俺は命がけで必死に麓の家を目指した。まずいまずいまずい。この調子で罠にかかっていたら朝までに山を下れないぞ。それにこの山、この山は空気が薄いんだ。戻れるだろうか。失神するかも。いや、戻るんだ。呼吸を整えて罠の匂いを嗅ぎ分けろ。お前を認める、かまど炭治郎。体の至るところが痛かった。腕も足も悲鳴を上げていたけれど、なんとかたどり着いた。鱗滝さんのもとで修行することを認められた。ここから鍛錬の日々が始まった。鱗滝さんの鍛錬が始まり、俺は何度も山を下り、何度も刀を振った。鬼殺の剣士となるため、そして禰豆子を救う手がかりを得るために、毎日毎日。そして一年が経過した頃、もう教えることはない。あとはお前次第だ。お前がわしの教えたことを消化できるかどうか。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。鱗滝さんはそれから何も教えてくれなくなった。俺は鱗滝さんに習ったことを毎日繰り返した。ただ半年経っても岩は切れなかった。俺ダメなのかな。うわあ、くじけそう、負けそう。うるさい。男がわめくな。見苦しい。どんな苦しみにも黙って耐えろ。お前が男なら、男に生まれたなら。岩を切ることができず、焦り、苦しむ俺の前に、その少年は突然現れた。名は、サビト。不思議な雰囲気を持つ少年だった。岩を切ることができず、
くじけそうになっていた俺の前に現れた面をした少年サビト、そして並び立つ少女マコモ。サビトは俺を相手に稽古をつけてくれる。マコモは俺の動きを矯正してくれる。少しずつ、けれども確実に、俺は力をつけていることを実感していた。お前の血肉に叩き込め。もっと、もっと、ロコダキさんが教えてくれた全ての極意を決して忘れることなどないように、骨の髄まで叩き込むんだ。全集中の呼吸はね、体中の血の巡りと心臓の鼓動を速くするの。よくわからない。どうやったらできるかな。死ぬほど鍛える。結局それ以外にできることないと思うよ。来る日も来る日も、俺は大岩の前でサビトと戦い、マコモの教えを受け続けた。腕が、足が、ちぎれそうなほど、肺が、心臓が、破れそうなほど、刀を振った。それでも、サビトには勝てなかった。半年経つまでは。甘い。やっぱりサビトは反応が正確で早い。中途半端な攻撃じゃ弾かれてしまう。かまど炭治郎、あのどうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を身につけた。幾千幾万と刀を打ち込み、腕が悲鳴を上げてもなお刀を振り続けた。俺に何度倒されても立ち上がり挑み続けてきた。お前は強くなった。今俺に真剣を握らせていることが何よりの証。今宵こそ仕上げの時、未だ奥底に眠る覚悟を奮い立たせろ。技を、感覚を研ぎ澄ませろ。いい動きだ。そうだ、それでいい。俺にできることを全部出し切れ。出し惜しみするな。俺がくじけることは絶対にない。見事だ。
やっ、これで決める。だ、やだ、これで決める。だ、これで決める。あっ、水の呼吸銃の肩強くなったな。そう来なくてはな。ここだ。遅い。くそ。覚悟が足りていない。鱗滝さんに何を教えてもらった。足を止めるな。立ち止まるな。進め。男なら、男に生まれたなら、進む以外の道などない。さあ立て、立ち上がり、もう一度挑んでこい。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。岩を、そのためによ、サビト。でも何度挑んでも、なんでこんなことになっちゃったんだろうな。普通に暮らしていただけなのに、家族と一生懸命に生活して、貧しい家だけど時々は街で美味しいものを買ったりして幸せだったのに。幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。たった一日。俺が家に帰らなかったあの夜に、みんな、みんな、死んでしまった。鬼に襲われて、死んでしまった。痛かったろう、苦しかったろう、ごめん。助けてやれなくて、本当に、ごめん。辛いのは、お兄ちゃんも同じでしょ。顔を上げてよ、一人だけ悲しまないで。私も一緒だから。兄弟二人なら、辛さを乗り越えられる。そうでしょ。そうだ、俺にはまだ残っている、禰豆子。あの晩、お前は鬼になってしまったけれど、でも、それでもお前は生きてくれている。サビトの言う通りだ。進め、進むしかない。人に戻す方法を探るためにも、みんなの仇を取るためにも、俺は刀を握ることを決意した。そうだろ、炭治郎。ようやく男の顔になったな。ここで止まっていたら禰豆子は助からない。俺を引き取ってくれた鱗滝さんと、鍛えてくれたマコモに失礼だ。今日こそサビトに勝つ。行くぞ。力を見せてみろ。血の巡りを意識しろ。心臓の鼓動を速くしろ。そうすれば人間のまま。どれほど鍛えたか、もうすぐ結果が出る。地に這いつくばって倒れるか、それとも俺を超えるか、お前はどっちだ。
決着をつけるぞ、炭治郎。来るな。ならば全集中、水の呼吸、地の型、打ちしよう。相打ち、いや違う、炭治郎の方が。見えた、月の糸。勝ってね、炭治郎。あいつにも。岩が…サビトとマコモは…まさか、本当に切ってしまうとはな。お前を…キサス隊の最終選別に行かせるつもりはなかった。もう子供が死ぬのを見たくなかった。お前に岩は切れないと思っていたのに。よく頑張った炭治郎、お前はすごい子だ。最終選別、必ず生きて戻れ。わしも妹もここで待っている。日に映るは少年の覚悟、覚悟を示すは鬼滅の道。皆様、今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。この藤重山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。では、いってらっしゃいませ。鬼が、この先に。